皆様ごきげんよう。今日も私の美熟女ライブへようこそお越しくださいました。本日の1曲目、あなたに会いたくて、今日は大人っぽく参りたいと思います。よろしくお願いいたします。二人扉を閉めて、思い出たちぎ、さよなら告げた。あれから半年の時が流れて、やっと笑えるのよ。毎日忙しくしているわ。新しい人生を私なりに歩いてる。
がとうございました。1曲目松田聖子であなたに会いたくて歌ってみました。これも10年ぶりくらいに歌ったかもしれないんですけども、ちゃんと歌いました。すごくこの曲ヒットしましたよね。1996年なので私が16歳の高校1年生の時の曲だったみたいですねえそんなに前の曲だったんですね。ね、しっとりと歌わせていただきました。今日ねちょっとお洋服地味かもしれないなと思って、生で見るとねちょうどいい感じなんですけども、画面を通して見るとやはりちょっとね落ち着いちゃった感じかなって思ってしまったんですが、今日は少し大人っぽい感じのコーディネートにしてみましたので、このようにしっとりしたナンバーからやらせていただきました。引き続き美食女ライブお楽しみいただければと思います。まだ私も全然構成を考えておりませんで、いつも私の感性の赴くままにやらせていただいております。ね、どこに向かうか美食女ライブどうぞお楽しみによろしくお願いいたします。チューリップリンセスでした。